今回の講座は自然の力を利用した夏の省エネ対策、緑のカーテンの作り方を紹介します。緑のカーテンとは、夏の暑い日に窓の外側をカーテンのように覆うものです。育てやすく、つるが伸びるゴーヤを使って作っていきます。まずは土作り、ネット張り、苗の植え付けを行います。緑のカーテンは建物を日差しから遮り、葉から出る水蒸気で涼しい風を部屋に飛び込みます。次回の動画では苗が成長したところでツタの誘引や追肥などをご紹介します。お楽しみに。